10月18日水曜日アズリモーニングスタート,タートおはようございます,います俳優の波ねこと波みちことはいアブツーリプロダクション業務と提携させていただいております、はい、花ちゃんこと花本みなみですよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,しします今日も元気に行きましょうかはいということでですね、うん、最初にこちらですね。 放送局はです、ね、コロナ禍で開局をしたためスタジオ内に窓があるんですけども、はい、放送中にあの緊急車両の音だったり、うん、あとアナウンスが入る場合があるんですけどもそちらの方もですね、あの日本一尖った番組として一緒にあの体感していただけたら嬉しいいですはよろしくお願いします、はい、生まならではす。 で、この越えあずリり FM なんですけども、はい、2020年10月10日に突如台東区にできた放送局でございまして日本一尖った放送局としてシャロージ先生の冠番組でしたり、はい、あと AV 女優の野球番組、うん、映画番組など多種多様な番組がたくさんあるので誰でもこう推し面というかが一つある感じでございます。うんうん はい、こちらですね、あずうり、ん、なんですけれども、はい、メッセージも募集しておりまして、出ますでしょうか、お願いします、ありがとうございます。 はいこちらファックスでも送れるようになっているんですけども、はい、今 X というものがありまして、はい、そちらでもお送りいただけます、はい、アットマーク、うん、アズパン FM でございます、はい、アットマークアズパン FM ですファックスの場合はこちらですねゼロ三五八二九四八一五ですもう一度お伝えいたしますゼロ三五八二九四八一五でございます、はい、こちらメッセージがあると私たちもすごい励みになるので、うん、たくさん お待ちしております、はい。<laughs> よかったらね、あの、はい、タグ付けして。はい。 入れていただけたら嬉しいです。お客、はい、さんがすぐ採用してくれるのでよろしくお願いします。お願、はいいたします。それからですね。はい、もう一つ、はい、あのこの今の番組皆さん見てらっしゃると思うんですけれども、はい、これ過去の放送も見られるようになってるんですよね。はい、はい。なのでその見方をご説明いたします。はい、まずえっ、ー、と例えば Google などでアズリ r i FM 検索していただいてホームページを出していただくと、はい、はい、このように出てきます。はい、そしてですね、ちょっと下の方にスクロールしていただくと。 はい。生放送中のご質問こちらと、はい、さっきありますかになっておりますし、<laughs> はい、こういったプロレスのこの間ね、うん、10月15日の、はい、ポ、はい、スターなどもございました。はい、その下に、はい、タイムテーブルがございました。うん、はい、ありがとうございます。今ここみたいな。<laughs> <laughs> そうそれでですね、えっ、ー、とた例えばじゃ前回の9月20日、はい、私たちのこの番組を見てみましょうか。はい、はいで、こういうふうに。 入っていただくと、アズリモーニングアズリモーニングでまとまってるんですねはいで、そこでクリックしていただきましててててそうするとほあら、いっぱい出てきましたはい、ありがとうございますただくと5月20日、いた私たちじゃあじゃあかねはい、来ました、懐かしのはいやこれ、もう本当と t v e とかもあるんですけれどもあえての YouTube ですからね、皆さん あえてですから。あえてですからね。<laughs> なん、なん、なんと言っても、あの。 再生回数が出る <laughs> でも16回見てもらってるよ2週間前ですごい,すごい16人の方にね目指せ100回視聴お願いしますお願いします励みになりますはい、はい、もう回数見えるかねティーバーとかと違ってう、ね、もうぜひ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 応援していただけたら嬉しいですよろしくお願いします、はい、寂しい時はいつでも私たちに会えるよう的なそうですねこれ終わったら2週間後ですかねそう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 、うん はい,ということでよろしくお願いしますはい、はいはい、ここでですねご存じない方がほとんどかもしれないので、うん、あえて告知をさせていただきたいんですけども、はい、ままますすすでししょううかお願いします、はいありがとうございます年末年始によく見るアメ、うん、横にある鳥小屋ズーリーフのこの,あのビジョンがあるんですけども、はい、そこにあの鳥小屋ズーリーフェが1年前から告知をしておりまして、うんはい、こちらそう,そうなんですよ実はですねあのこちらアメ横のほかにも、うん 代々木のビジョンの方にも鳥越あずまりの告知見れるようになってましてはいいありがとうござます先日、これどうやらスタッフさんが行って写真を撮ってくださったようなんですけどもこれ、よく見るとさっきスタッフさんからねレアなあずまくんが見れるということなので拡大してていいいけどきっちなみにこれどこで見れるかと言いますと代々木駅の西口を出てすぐのところに。 あるみたいなので遊戯、はい、新宿からもね実は歩いていける範囲なので,そうです、ね、はいお散歩がたらもしよかったらぜひぜひ行ってみてくださいもうね秋でね、はい、心地いいからそうですね、はい、下ばっかり見ててねお金落ちてるかわからないからぜひ上を見上げていただいて <laughs> はい、はい、お願いいたします、はい、見つけてみてくださいはい、はいはい、そしてですね、はい アズリと言いますとやっぱりこう、はい、地域密着型なんですね,ですねはいもうあの鳥声アズリ fm はもう本当この台東区中心です、うんはい、なので台東区の例えば企業さん、うん、お店をやっている方、はい、あとはそうお教室をやっている方とか、うん、はいこんな方あのもう本当大募集しておりますはいはい一緒にあの私たちと盛り上げていただけたらと思っていますはい。もちろん台東区以外の方でもこう ご縁ゆかりのある方はもう大大大関係でございますので、はい、はい。アズリモーニングのゲスト様を大募集しております。はい、是非、はい、あの twitter です。とか x だね。今ね、はい、はい、そちらの方からもご応募いただけますので、あとホームページでもオッケーです。よろしくお願いいたします。はい、いますはい、電話番号出ますでしょうか？はい、えー、ゲストで出てみたいは pr したいはお店のことをっていうこと。はい 方いらっしゃいましたら、あのお電話番号で、まずあのご質問していただいても結構でございます。ゼロ七ゼロ五五六三九七七三。ゼロ七ゼロ五五六三九七七三までお願いいたします。はい、またですね。はい、あの本当ゲストを参加して、はい、こう昔の、あの。 友達のわみたいな感じでつないでいけたらいいななんていうのも思ってますのでぜひこうあこの人を紹介したいんだわってじゃあ私がまず出てみようかしらみたいな感じであのお気軽にお問い合わせくださいお友達と一緒でもいいと思いますし今ねこう人数制限とかなくなってきたからはいスタジオも入りやすいと思いますのでぜひよろしくお願いいたしますはいまたですねポスターを貼っていただけるお店さんもあの募集しておりましてこちら後ろにあるんですけどもはいこう たた写真みたいな感じでですね、うん、あのポスターを貼っていただけましたら、うん、局の X でしたりあとインスタグラムに、うん、あの投稿でお店を紹介させていただく形になっておりましてはい、はい、のこういうポスターを貼ってあると私たちもすごい入りやすい、うん、こう身近に感じるというものがあるのでう、ね、はい是非協力しますよ私っていうお店様があったら是非是非お電話をいただきたいと思うんですけどもはい、はいえー、お電話出ますでしょうか。はい あはい,はいありがとうございましたお伝えいたします070-5563-9773ですもう一度お伝えいたします070-5563-9773ですはいはい。このポスターなんですけども、うん、あの巡回バス巡りに台東区にある巡回バス巡りに全て貼っていただいている形でございますのであのゲスト出演希望の方、はい、またお店を紹介し出してほしいという方、うん 先ほどのお電話番号までお気軽にぜひぜひお電話いただけたらと思いますお願いします。なんかメグリンとかに乗ってらっしゃる方がお店の前とおられたらあこれバスにも貼ってあるやつだってみんがねこう行くかもしれないのでぜひぜひはい一緒にタイトーク盛り上げていきましょうよろしくお願いします。そしてですねタイトークもちろん一緒に盛り上げたいそしてアズウリも一緒に盛り上げたいスタッフ募集のお知らせでございます。 はい,はい、フライヤー出ました。はい、今ですね、あの、二拠点ございまして、はい、鳥越アズーリ FM これは東京ですね、はい、浅草橋の近くです。そして、尾張アズーリ FM これも、あの、すごく血のりのいいところにあるって。名古屋出身の、あの、マイニータイムシノコが言ってくれてたんですけれども。地元で、すごい、こんな、うん、こんなところにあるんですね。みたいに <laughs> すごいところにありますとかって、おっしゃってたけど。<ー>はい、で、えっ、ー、と、鳥越は。 はい、時給が千七十二円、はい、そして終わりは千円からスタートとなっております。はい、勤務時間が七時から夜のね十二時二十四時まで、はい、週三以上でお願いしております。はい、時間など曜日、えー、要相談ですのであのお問い合わせくださいませ。そしてアルバイト社員両方あの募集しておりますので、はいよろしくお願いいたします。はい、でお電話番号申し上げますゼロ八ゼロ三七五七 三一こちらね、はい、あの本当いろいろな配信の,そのスキルも学べると思うんですけれどもうん、うん、なんとあのプロレス祭りがあったでしょ10月15日のあの配信だったりとか照明とか、うん、そういったこともあの現地で学べる学びながらお金がいただけて、ねね、しかもね そのポジションによってはプロレスのことも、そうですね。もっとね、知られ知ることができたり、間近に見られたりってあると思うんですね。うん、プロレスファンの方もいいんじゃないかななんて思ってて、励みになるよね。うん、ねなんかまたねきっとまたこ新情報もどんどん出てくるでしょうから、うん、番組もプロレスラーの方多いですし、うん、10番組以上ありますので、ぜひお待ちしております。はい、でここで動画をご紹介したいと思います。はい。では。 いけるでしょうかうどうぞ ということで<ー>なんか熱い思いが伝わってくる動画でしたけれども今ねこれ見て、うん、いやいいなスタッフやってみたいなっていう方は是非ご応募いただければと思うんですけど、はいはい、そして、はい、いや 私はちょっと出る方がいいなっていう方、出演者もなんと募集しておりまーす。うん、はーい、あの、はい、アズリモーニングの MC さんも大募集しております。はい、もちろん、うん、あのもう自前多せも問いませんし、はい、ってやる気がねやっぱりご自身があればいいと思います。そ,すねはい、そしてえっ、ー、といやーちょっとやったことないんだけどどうしようっていう方も、うん、あのスタッフさんがすごく親切丁寧にサポートしてくださいますので、はい特にあのこう。 火曜と金曜の朝が暇な人集えて書いてあるけど、超一般人、MC にちょっと興味がある人などなどって向こうやって書かれてるぐらいなので、本当に気軽にあのこうスタジオに遊びに来るような雰囲気でリラックスして来ていただけたらいいと思います。逆にね、なんか楽しんだ方がこう番組って伝わるからね、いいんだよね。はい、なので緊張もそれもなんか、しかも YouTube に残ったりしたら、これもなんか成長過程みたいな思い出になるかもしれないし、はい。 ぜひぜひ、あのご応募くださいませ。えー、ご応募は、はい、あの先ほどの X. インスタ、そしてホームページからも受けておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ではですね、本日のお天気に行きたいと思います。はいはい、お願いいたします。晴れ晴れ、晴れ晴れ。<laughs> <laughs> はい、ありがとうございます。本日十八日水曜日です。はい、最高気温二十三度となっております。うん、晴れ、昼過ぎから時々曇りとなっております。はい、続きまして、明日十九日です。晴れ、時々曇り、最低気温十四度、はい、最高気温が二十六度となっております。はい、続きまして、週間の天気予報に行きたいと思います。はい、二十、はい、日の金曜日ですね。曇り、時々晴れ、最低気温十八度、最高気温二十六度です。二十一日土曜日。 曇り時々晴れ最低気温14度最高気温21度です22日日曜日晴れ時々曇り最低気温11度最高気温21度です23日月曜日晴れ時々曇り最低気温11度最高気温22度ですそして24日ですね火曜日曇り時々晴れ最低気温13度最高気温22度となっております、うん 比較的に寒いですね。ちょっともしかしたらうそうだね。うん、上着とか持って出た方が夜とか急に冷え込むからね。そうですね。はい、はい。上着一枚あるといいかと思います。はい。ありがとうございます。はい、続いて渋滞情報です。お、はい、願いいたします。はい、ありがとうございます。はい。一般道路の交通情報です。はい、中央通り都道四百五十二号線。はい。 台東区東上の3丁目付近から483メートル約2分ほどの混雑となっております、はい、続きまして春日通り都道453号線文京区湯島3丁目付近から476メートル、はい、約5分ほどのこちら渋滞となっております、はい、続きまして文京区湯島2丁目付近から592メートル約2分ほどの混雑となっております、はい、続きましておととい通り都道319号線 台東区入谷一丁目付近から四百十七メートル約四分ほどの渋滞となっております。はい、続きまして、こちら混雑ですね。台東区根岸三丁目付近から三百十二メートル約一分ほどの混雑と。そして、台東区上野桜木二丁目付近から三百八十二メートル約一分ほどの混雑となっております。はい、はい、続きまして、都道四百。 四百五十二号線ですね。うん、台東区上野七丁目付近から四百七十一メートル約二分ほどのこちら混雑となっております。結構多いですね今日。うん、<laughs> そして国道四号線昭和通りですね。はい、台東区、えー、下屋ですかね。はい。は三、い、丁目付近から四百二十一メートル約二分ほどのはい、はい、混雑とは、はい、なっております。はい、はい。続きまして手のばず通り都道四百三十七号線、うん、こちら。 文京区根津一丁目付近から二百八十九メートル約二分ほどの渋滞となっております。はい、はい。続きまして清洲橋通り台東区北上野二丁目付近から二百六十メートル約一分ほどの コンそして台東区東上の六丁目付近から二百三十二メートル約一分ほどのこちらコンコスとなっております、はい。はい、お疲れ様でした。はい、先ほどちょっと、ねはい、はい、そうですね、島矢とお伝えしましたから。島矢、うん、つぶやいてみた。島矢だねって。<laughs> すみません、失礼いたしました。はい,はい、ね、お疲れ様でした。はい、次鉄道情報お願いいたします, <laughs> います。鉄道情報です。お願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。はい。 はい、今現在ですね、山手線がこちら遅延、うん、そして、えー、中央線、中央総武線、最強、うんえー、線ですね、最強川越線、そして、えー、臨海線とあとこれ読めます水 <laughs> 初めてあ水郡線ですね。<軍>あはいありがとうございます。水郡線もこちら遅延が発生しているとのことなので、ちょっと早めの、えー、行動ですね、心がけていただけたらと思います。 はいありがとうございますはいその他かまた情報が変わると思いますので随時確認していただけたらと思いますはいありがとうございますはいでは次はいと言ニュースに行きたいと思いますどんどん進みましょうはいお願いいたしますはいこちら11月23日祝日ですね10時から開催の動物愛護フェスティバル野外行事を開催しますということで はいこちらなんですけどもあの動物愛護団体というものがございまして、うん、はいそちらであの動物愛護に関する法律4条で定められた動物愛護週間にちなんだ行事として、うん、今年ですね2023年11月23日に上野、えー、恩賜公園にいてです、ね、あの動物愛護フェスティバルを開催するとのことなんですけども、はい、こちらのいろんな動物 馬だったりそう犬だったりがこういらっしゃってでちっちゃい子もお子さんも参加できる形になっておりますのでやっぱりこの道徳を結構学べると思うんです私も実家に犬と猫がいたのですごい道徳の勉強にもなったのでテーマもあるんですけども子どもも大人も一緒に考えよう私たちと動物。 ということでぜひぜひちょっと動物に触れてねこのアニマルセラピーというのもあそうだあるのでペットの歯磨きとか大事だからそうなんですよねなのでぜひぜひあのウェブサイトの方もございますのでぜひそちらの方にあのお問い合わせそしてちょっとどういう愛護団体なのかなっていうのも確認いただけるので確認していただけたらと思いますはいお願いいたしますお馬さんもいるしねなかなかないよね触れ合い機会がね少ないのですごくいい企画ですねはいはい ぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうかはいお、はい、願いいたしますはい、はい、ということで、はい、ここからは局からのお知らせに移りたいと思いますはい,いす、はい、えー、っとですね、はい、まず皆さんに特撮ファンの方っていらっしゃいますか、はい、はぁ

もう募集しております。は,い、はい。でですね、毎月一口税抜きで1万円。はいうん、で期限はですね、要相談とさせていただいております。はい、でその共産様の特典は金額により変動いたします。はい、でまた、うん、当時の特撮仲間として、はいはい、特撮の半正義半悪のあのギターの方だったり、<ー>そして。 宇宙からはい <laughs> <laughs>、はい、あのあの兄弟のあの地球人のあの方がですね、はい、あのあのあの <laughs> あの方がこの番組に <laughs> はい <laughs>、はい、いらっしゃるかもしれないかもしれないでですねあの協、ー、賛様になっていただきますと、はい、その特撮俳優さんのこんな。 方とか、うん、あんなヒロインさんとか、うん、もう憧れの方々に会える可能性もございます。はい、っはいなんていう機会にそう <laughs> でですね。もう本当我こそはファンなんだよ。っていう方は、うん、あの協賛店にお仲間入りしていただけたらなと思うんです。はい、でですね。うん、なんでこんなカモカモ言ってるかっていうと、うん、あの協賛店が。 共産,さ共産様が集まってからの番組スタートとなりますので、はい、集まっていただかないと番組が始まらないんですよです、ね、皆さん。い <laughs> ということで、はいはい、大募集しておりますので、はいはい、こちらもです、ね、あのメールお電話でもいいですし、はい、あとは鳥越あズリ FM の、はい、今出てますね、はい、下に「07055639773」「07055639773」メールの方がですねインフォー i n f o アットアズパンリンク a z z u r r i n c ドットコムでございます。こちらの Q R コード LINE につながりますのでこちらからお問い合わせいただいても O、OK、K でございます。はい、そして X インスタグラム、うん、こちらからも募集していただけますので、はい、ぜひぜひご検討くださいませ。よろしくお願いいたします。はい。 いや胸が熱くなるよね子供のものこあの私の知り合いで NHK の有名な子供番組の中に入ってる方がいてその方の声をやりながら動くんだけどお父さん世代がお会いした時にもうすごいファンでとか言ってなんかもうやっぱりちょっと別格だよね。そそうう ヒーローとかね。屈折ですからね。そう。特に男の子は憧れますもんね。ね、そうなんですよね。なので大募集しております。皆さんお気軽にこんなこんな風だったらできるんだけどどうかなみたいな形でご相談いただいてもいいと思いますのでよろしくお願いいたします。おいいたします。はい。では続いてお願いします。はい。こちらですね毎月第一第三水曜日の15時から生放送の高島レオのチャレンジプラスの えー、メイン MC 高島亮さんがプロデュースした番組「はいえー、タレント教育バラエティー匠,匠の教室」が千葉テレビにて10月3日時時半から26時で放送が開始されております、はいはい、こちらはタレントとして一発逆転を狙い演者として生き抜くための演技指導を行っていくワークショップ式のこの番組となっています。はい、はい こちらですねアシスタント mc として、うん、元あの水曜日アズモニメンバーの、えー、平田正宏さんですね、はい、そしてゲストには過去に鳥小屋ズル fm に番組担当していただいていました、うんえー、仮面ライダーの脚本家の木下半田さんもご出演されているということなので、はい、チェックしてみてください、はい、お願しますはいでは以上曲からのお知らせでございましたはら、いまあるよ花ちゃん <laughs> なんと、なんとまだあるんですか？はい、はい。失点ですみたいな感じになってるけど、なんだあるんですね。えっとですね、10月の20日金曜日ですね。アズリモーニングでなんとあアズリモーニング10月20日の9時からですよ。今と同じ時間帯9時からですけれども、ちょっとこうプロレス多めの。 はいあの番組をやりますので皆さん10月20日金曜日ぜひぜひご覧くださいもしねあの見られなくてあ何プロレスのやつなのっていう方はまた YouTube でご覧いただけますのでよろしくお願いいたしますはいそれから共産ささんのご紹介に行きたいと思いますお願いいたしますじゃじゃんベニヤさんですいつもありがとうございますはいこちらあの新岡倉町から徒歩6分大江戸線 新町駅から徒歩6分すぐのところにあります。はい、もうなんて言ったって血の鳥が一番がいいですよね。うん、秋風にちょっと当たりながらお酒飲んでまた秋風に当たりながら帰ってちょっと酔いが冷めるっていうちょうどいい6分でちょうどいい時間なんですよね。あんま長くても疲れちゃうからね,ねか早く帰りたいって私そっち派なんですけど <laughs> ご飯食べてもう飲んだらもう早く帰って寝るみたいな。 <laughs> はいなのでぜひぜひ寄ってみてください。電話、はい、番号申し上げますゼロ三の六八ゼロ六ゼロ七二一ゼロ三の六八ゼロ六ゼロ七二一でございます。はい串焼き居酒屋のベニヤさんのご紹介でございました。はい、続きましてブレスさんに行きたいと思います。はい、株式会社ブレスさんでございます。はい、こちらはですねあのもう電気の基本工事、うん、B.S. アンテナとか LED 照明とか、うん、あの。 けけたたたりり交換しとといいうこともやっていただけます、はい、そしてですね、はい、ここご注目インターホンとかあと BS アンテナもそうなんですけれども漏えい電気の,、はい、あの漏電ね漏電漏えいじゃなくての駆けつけとか <laughs> あとは停電の仮設工事もやってくれてますのでははい、はい、はい、で今こういうふうに出てますけれども、うん、なんか電気って 突然ね、こうショートしたりしたらどうしようってなると思うので、はい、ぜひぜひスクショでもいいですし、し電話番号などあのお控えいただけるといいかなと思います。はい、はい、お見積もりもしておりますので、うん、お気軽にお電話くださいませ。はい。はいえー ファックスから申し上げます、0358294979、はい、0358294979、お電話番号です、0358294978、一番違いですね、はい、0358294978、こちらまでお問い合わせください、もしくはもう携帯に登録していただいて <laughs>、はい、よろしくお願いいたします。はいお 続きましてい CM 作成をお知らせに行きたいと思いますまずは CM をお届けしますでは行きますでしょうかお願いしますどうぞこれぐらいあずるゲーご視聴の皆様こんにちははい、えー、私これぐらいあずるゲームの方でやっております高橋英樹でございます今日はなんと私がずっと施術を受けているこの爪の病院さんに来ていますこの爪の病院さんいろんな形でこの今までの負け爪とかのもので画期的な役をやられているということなので 今日はそれを体験してみたいと思います。さあ皆さん彼らと一緒に参りましょう。はい、えっ、ー、とこんな風に総合に座ってですね、いい感じでございますけれども、ここから施術が始まるわけでございます。<noise> はい、ええー、今施術がやって終わりました。優しくて痛めもなくて非常に快適に。 皆さんもですね爪のことでですね少しでお,お悩みの方がおられたらこのクサはし一丁目爪の病院屋さんにですねぜひお越しいただいてください取り替え圧縮ケア用品は保証します巻き爪や変形爪でお困りの方爪の病院屋さんへご相談くださいお待ちしてまーす。 そして、ね、してということでこちらご自身が、うん、あの巻き詰めであることからその体験をもとにこう CM を作成したということでございまして、はい、このように「ですねあずりモーニング」で一緒にこう CM を作成してみませんかということでございましてありがとうございます、はい、こちら制作費が、えー、毎月1回2万円となっております、はい、そして PR 費用が毎月5000円となっております。うん こちらですね、うんあのー、今5,000円で新聞の折り込みとかもちょっと難しいと聞きますし、ねうん、あとホットペーパーも3万以上こうかかるっていう話も聞くので比較的こうお安いのかなと思うのでもしねう自分にこうなんていうか、うん、コンプレックスがあるとかで、うん、こうぜひそれをなんか CM にして発散したいみたいな感じでも作れると思いますのでぜひぜひ、あのー、一緒に CM を作成していただけたらと思います。はい 爪って癖になるからね私この CM 見ると CM のお知らせなんだけど本当爪だよなと思っ大事だよなと思いながら見たそのなんかこうやっぱり繰り返し見ることってすごく大事でこう意識に入っていく1回だとねなかなかこうあっ何かの時にと思ってもなんかもう記憶になくなかったりするじゃないそうやっぱり回数って大事だなと思いますので是非ご応募くださいませ。よろししくお願いいたます ということで、ねね、はなちゃん、今頃なんだけどさ。今頃なんだけどさ、見て、ハロウィン、超可愛くない。ちょっとここにもあるんですよね。そう、そう。なんか毎月いつも可愛いデコレーション、なんか顔が曲がっちゃった、どっち、こっち、こっち。 <laughs> そうここもね,ね,もねあのそう季節をいつも感じさせてくれる<え>素敵なスタジオなんでございますが、はい、そしてですね、はい、もう本当素敵な心配りだなぁと思うんですよね、うん、見てこの椅子に立ててくださった<お>じゃじゃーんこちらでございますありがとうございますえ十、ー、月十五日、はいうん、えー ここではね、はい、あのずっとプロレスのお知らせをしていたと思うんですけど、はい、同じ日2023年10月15日日曜日蛇窪神社様、うん、品川区の中信の駅から7分ぐらいかな、はい、のところにございます、うん、蛇窪神社様で私あの仲間と一緒にイベントをやってきました。はあ、今回はい 初プロデュースということであのーうん、野外のイベントだったんですけれども、はい、皆さん覚えてますこの間の間日日日日曜曜日 <laughs> なぜか日曜日だけ大雨雨大大でしたねそう大使館の方々もあのー、お呼びしてたんですけれどもんあの何て言うんだろう雨で来られない方が結構いらっしゃって<ー>でね、えー、もう本当に大使館の方々には、はい、あのー 参拝をしてていいたただきたいと思って、うん、宮司の方にお願いして平和の,あのために祈りましょうっていう意味で、うん、参加国を全部入れてもらって祝詞、うん、を挙げてでもちゃんと参加できない方も参加表明してくださった国の方々は、うん、あのお名前を入れて、うん、そうなんですあの素敵なお土産ねいっぱいあのお用意してたのでお預けで。うんあの お渡しできなくて残念だったんですけれども、はい、そのような形でやってました。え、じゃあどんなイベントなの、うん、っていう方もいらっしゃると思うので、はい、まずイメージ動画 PV をご覧ください。どうぞ。はい、さてと、<お>インスタから飛んでいただきますうちのクリエイター一輝が作りました。はい、これがマックス。 はい、よろしくお願います。はい、安住のたか。<ー>日本の文化を代表するアーティスト、そして登壇者との皆さんですね。はい、そして、持田大輔さん。とっても有名な神様の絵を描く方です。はい、アメリアさんと。 DJ 大久さんありがとう東京ファッションリンクさんそしてこれだけたくさんのブースが出ましたいはい小雪さん、シリカさんスポンサーさんありがとうございますはい、はい、皆様のおかげでなんとかなんとか目の中無事に、うん、はいそしてこれね持田さんが書かれた、はい、あの一般社団法人セイ部ブピースの新ロボとなります<ー>はい。 もうすべてがお披露目のイベントで雨が降りました,、うん、ましたでもねあの神社の方に言われました、はい、ここの,あの神社は龍神様だから大事な日に雨が降るんですよって。うん、なのでももう、はいはい、テントもう、はい 設営のスタッフでみんなで頑張って貼りまして、うん、はいでお客様にも雨の中足を運んでいただきましてはい無事に終えることができました、うん、どんなあのー、ことをしたかっていうのをちょっとスクロールしながらおさらいというか、はい、ご紹介していただきたい、はい、させていただきたいと思います。はい、はいいいい下下の方に行っててただいてもよろしいですかか、はい、じゃな あのハイチの大使オノラ大オノラさんですオノラ氏ですはい、えー、もうきっと彼はいつかハイあのハイチでね現地ハイチで、はい、あの大統領になるのではないかとはい、うん、はい私たち応援しております、うん、ハイチってとってもドミニカとあの隣の国なんですけれども、うん、小さな国ででもすごくねあの 子供のファッションとかもかわいいし、素敵な国なんですよね。<ー>はいなのでぜひあの、まずハイチのことを知っていただきたいなと思って、はい、中島のご挨拶をあのオノラ・エルフ・モノドさんにお願いいたしました。うん、そして次お願いいたします。日本維新の会、石井光子先生です。うん、私たちのあの花いくというあの子供たちにお花を、 育てる大切さを教える授業無料開催しております、はい、こちらのあの花育教育部門の,、はい、あの我々の顧問を引き受けていただいてます石井先生いつもありがとうございます続いてまいりましょう、はい、お願いいたします、うん、はいサンマリの大使館カデロマン万オ大使です、うん、はいあのー、カデロ大使はですね本当、はい、に日本文化のことがお詳しくてですね、うん、それで、えー、外交団長でも終わりなんですよねだから大使館の、はいはい のこの157かな大使館あるんですけれどもまとめていらっしゃる大使なんです。 方々とも一番代表として接していらっしゃって、うん、その中でもう何十年って私より下手したら長かったのかな四十、うん、何年って言ってたと思うんですけども、うん、日本にいらっしゃってもう日本が大好きで、はい、外国から見た日本っていうのを伝えていただくために、うん、神道のお話をしていただきました、うん、30分のもう貴重な貴重な勉強になるスピーチを、うん、カデロ大使ありがとうございましたはい続いていきましょう。はい 春山福太郎さんです。もういろんな神社で、あの、お花を生きてらっしゃる方なんですけれども、門岡さんでもうすごくご縁があって、あの、今回、行けてくださったんですよ、お花をお祝いだって言って、で、当日来られなかったんですけど、なぜかって言ったらね、同じ日に赤ちゃんが生まれたのすごくないですかおめでとうおめでたいですね、でも。 当日行けないけど、あのお祝いでお花行けるからって言って駆けつけてくださって<ー>で、蛇窪神社様ともうすごく親しいので、うん、あの直接やり取りしていただいて、あの今でもあります。あの、蛇窪神社様行くと社殿の両脇にすっごい素敵なお花があるので、<お>もうぜひ是非皆さんご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、はい続き行きましょう。はい、どんどんいきますよ。持田大輔さんです。はい、あのね、うん、神様。 ののの絵としてて、はい、あの神仏画っていうのかなすっごく有名な方で、うん、えあの絵ですかっていうぐらいあ、うん、あのあのすごい有名なそういう、はい、あのなんんていううだろう神様とか神社とかをやってらっしゃるユーチューバーさんたちの、うん、あのこう画像とかにも必ず出てくる、うん、そうきっとね見たことがあると思います、うん、後でご紹介できるのではい、はい、ぜひぜひご覧ください。ライブ、はい、あの パフォーマンスをずっとやっていただきました一日かけて<ー>はいライブペイントをやっていただきました、はい、餅田大輔さんでしたありがとうございます次行きましょうはい。は アアメメリリささんんです司会を受けていただきましたもう一日長丁場だったんですけれども英語と日本語で多彩にスピーチをしていただきまして、うん、彼女はもうお酒が大好きで,、はい、であのお酒の番組なんかも以前されてたので、はい、もう「セーク・オブ・ピース」は酒の お酒と書いて「セイク」「何々のために平和のために」というイベントなんですけれども彼女しかいないねということで今回2回目引き受けていただきました。ありがとううございまましした次行きましょう はい dj さんです会場盛り上げてくれてありがとうやごさん、はい、もう神社で DJ とか最高でしょ、はいでね、夜のこのちょっと暗い中で <laughs> まあそんなにね周りの方がいらっしゃるので大音量はっていう感じでちょっと気を使っていただきながらもう会場盛り上げてくださいましたすべ、はい、ての音響をあのやっていただいてファッションショーなんかも DJ やごさんにあの盛り上げていただきましたありがとうございます。<ー>はい次行きましょう 東京ファッションリンクさんです。うん、ありがとうございます。なんと素敵な企画、はい、私、企画させていただきました。あの、賛同をと、はい、特別にこう許していただいて、はい、あの、 神社をバックに社殿、はい、をバックにあのモデルたちがマーの格好をしたモデルたちが歩きでそのランウェイに仕立てていただいて<ー>もうここはプロデュースしていただいてあのお願いしますということでこういう形でやりたいのでっていうことをお伝えして<ー>であじゃあダンサーも入れましょうって言って<ー>はいすごくあの華やかにあの飾っていただきましたありがとうございます。はい、次行きますはい、うん タイーなかなか大舞踊って何だろう大、うん、フェスとかがあったら見る機会あると思うんですけど、うん、なかなかねなあのこういう冠がねすごくてでテントになっちゃったから当日、はい、大変だったので急遽絵もこう変えていただいて、はい、そうでこう花びらをこう。 散らしてうもうすごくすっごく素敵なパフォーマンスをご披露いただきましたナタルク様ありがとうございました次行きましょうイエーイ今回ね、はい、出られなかったんですよエリカさん,んエリカさんありがとうございましたちょっとこうスワイプしていただいていいですか。 はい、高谷さんはい、こちらのあのクラシックギターの方なんですけれども、ちょっとダメに濡れてしまうとこのギターがダメになってしまうということで、当日あのやむを得ずキャンセルとなりましたが、でも気持ちは一緒です。はい、出ていただいてるのでご紹介させていただきました。またね機会があると思いますので、その時はご覧いただけたらと思います。はい、ファドっていうね、あのポルトガルの古典音楽っていうのかな、オペラみたいな感じで、ちょっと変わったあのファドって聞いたことないです。 だからポルトガルのことももっとしてもらいたいと思ってポルトガル大使館様にもすごくお世話になってるのでご紹介いただいて入っていただいたんですけど残念またのお楽しみ次行きましょうはいこころちゃん和太鼓セラピーのこころちゃんです今回ねあのちょっといつもと違う崩落らくっていうのをこちらでお願いしてやっていただきました次行っていただけますか続きがありますはいあ次のはい次の。 ページにお願いします。はい、礼子さんです。うん、書道と太鼓のパフォーマンスをやっていただきました。はい、あと、労災所と言って、はい、ローで書いていただいてへ<ー>はい。もう素敵な作品を2作品。もうなんかあのーはい、本当。 パワースポットで描けるの嬉しいわーっておっしゃってうもうあのこういうところであの奉納としてこう絵を描いて奉納したいっておっしゃって今ヘビー久保様にもあの、うん、奉納させていただいたんですけれどもで やっぱりね、はい、あの蛇の神社様なので龍、うん、がいいと思うのよねとかって言って<ー>で作品って自分がなくなっても残るからって、うん、私もそうなんですって言って、うん、あの映像もそうなのですごくお気持ち分かりますって言って、うん、あのもうお会いする前から意気投合してね <laughs> <laughs> ずっとあのうちのあの代表とやり取りしてたので、はいうん、お電話であのお会い あのお会いしてなくて、あのお電話でずっと対応してて、で当日あって、やっと会えたねみたいな感じだったんですけど。はい、次行きましょう。生徒さんはたくさん大阪から見えていただきまして、ありがとうございました。元木さんです。クリスタルボールです。クリスタルボールを、あのこうやっていただいたんですけど、同じものをこう並べても。そこにいる人で、音が変わるんですよええ、あ、そう、奥がすごいでしょう。だから、その人、こん、なんて言うんだろう。劇場とかも、あの、その、この場の。 って同じ場所なのにいる人で全然違うので、ね、空気がそれと同じでやっぱり伝わる振動が音が変わってくるんだっては,<ー>はいいろんなところで奉納されてる元とさんですありがとうございます、うん、で先ほどの栄光さんいらっしゃったんですけれどもはい、はい、次お願いいたしますバイオリニストのつむじさんです作曲家でもありましてあのちょっと変わったあのー、リズム感のある、はい、あのバイオリンなんかも やられれるんでですけれども<ー>でちょっと画楽のイメージをインスピレーションを得た曲とかもあって安、うん、みちゃんがちょっと踊ってあの彼の振り付けしたのを披露してましたけれどもはいあとは礼光さんとねコラボで書いていただきました。はいはい ぜひ、次、行ってみましょう。はい、かおりさんです。かおりさん、オイラの格好してますけれども、このままポールダンスしますかね。脱いでいくんですよ。すごい。かっこいいでしょう。もう、私、飛び道具っておっしゃってましたけど。かっこいい。本当に惚れ込んで、いや、世界にはこんな人がいるのかって。私も日本舞踊やってるので。はい、もし、劇を受けた、もう、大大大好きな仲良しのアーティストさんです。かおりさんです。ポールダンス協会の会長もされております。はい、ポールダンスをヘルシーに広めている方です。はい、次、行きましょう。 安住アンドタッカー安住ちゃんです<お>ちょっとスワイプしていただけますかこれは JWC2022、えー、年の JWC 出演した時のオープニングアクトの、はいえー、一幕でございます,すいはい後ろにタッカーがおりますはい次行きましょうまだ続きますのではい,はーいここそうですね<ー>会場ですね、うん、あのー、ワゴンとブルースギター両方弾くあの、えー、高谷秀樹とタッカーがはい、はい、あのー やってますので、ワゴンはね、またワゴンの旋律であるんですけど、ちょっとロックな感じも行くんですよね。えー、はい、ありがとうございます。<う>バーナーの前でお写真。はい、次行きましょう。<ー>イエーイタカです。<お>相方。えー、<laughs> はいもうかっこいいでしょ、この写真。先ほど後ろに、ね。そう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 。はい、次ちょっと、こう2枚目行っていただいてもいいですかはい。 じゃじゃん、ほら、二刀流。六歳の時に、ギターを持って、あの、そう、雅楽の家から飛び出して、アメリカに行って、だから、二刀流で。和合、こうやって担いで、弾くの、かっこいいんですよね。はい、会場盛り上げていただきました。ずみやんとタッカーありがとうございました。次行きましょう。はい。先ほどの、もつがさんの絵です。こういった形で、行きます。まだ次あるので、次行きましょう。イェー。まだ次も、はい、ありがとうございます。 次の投投稿稿フィードってくださいもう気になる方はぜひ見ていただきたいのでちょっとお楽しみに撮ってきますね次のページいきましょう持田さんこういった絵を描かれる方ですちょっと墨絵っぽいのもあるしこれが一番定番であの知られてる絵になりますぜひぜひインスタ見てくださいはいははいいいいっぱのの載せてるで次きましょう今回ねあのなんとお食事がついたんですねあのの次 ページに <laughs> 両方同じページあのモンキーツリーさんっていうハンバーガー屋さんがあって <laughs>、うん、こちらのお食事、はい、ハーフバーガーとあともう一つ行っていただいてこのおにぎりと<ー>あのこの唐揚げと、はい、定番の卵焼き日本人の大好きな、うん、こちらも。はい、あの お食事と日本酒とお水シリカ水をセットにしてはいお食事提供しましたでパフォーマンスも見れるお得なチケット五千えのあの着席とスタンドが三千円という形でやらせていただきましたはい次のページ行ってください次の投稿お願いしますはい数ゲーさんやっぱり日本酒ですよねはい次行きましょう一堂さんスパークリングワインのすごく素敵な美味しいはいあのお酒です次行きましょうはいこれはあのカデロ大使の いらっしゃるサン,マリノのサンマリノ神社ってあるんですけど、うん、ヨーロッパで唯一神社がありまして、はい、そこの脇で取れるぶどう畑があって、えー、そこのワイナリーがあって<う>神社ワインっていうサンマリノの神社ワイン、えー、はいでございます次行きましょうはいここもホーリーワインさんでございます、うん、オーガニックワイン次行きましょうはい、はい、こちらマンナジャパンさんの粉コーヒーヒであ粉ビールですねはい、はい、次行きましょう、はい えーと、はい、ここライトさんのあのアザブジューバーにねレストランもありますはい、はい、あのタコスを作っていただきましたはい次行きましょうメキシコねはい、はい、あとは兄弟ジャパンさんここすごく<ー>あのゴタダにある有名なペルー人たちにも代々大,大,大人気のラテンアメリカの人たちが通うレストラン<ー>あるごめんなさいえーとスーパーでございますはい次行きましょうはい、はい、これも次行ってください同じ兄弟さんでございます、はい、オーキッドビューティーはレアリの花育一緒にやっておりますスポンサーさんでございます次行きます、はい はいこういった形でやっております、うん、次いきますゆっくりこの,の見てみてください次行きましょうはい、はい、シリカです、うん、これはシリカ水と言って鹿児島の方で取れるお水でございます、はい、タレでタルでねタレじゃなくて、うん、あの熟成させたお水です、うん、はい次行きましょう、はい、体にすごくいいの次に行きます、うん もう元気になりますはいここまででもう時間がないので次私のインスタに行きたいと思うのではいシリカ水はですねすごく体によくて飲んでるとやっぱりね体調が軽くなるはいはい私のインスタでございますでえとちょっと下の方に行っていただきましてはいまずこの写真ですねカデロ大使そしてジャポラックのメンバー右から「 二番目が、はいえー、ジャポラックの代表理事、はい、リッテルディアスそして、えー、その隣の青いブルゾン着てるのが、えー、メ,メトロポリスという、はい、あの外国人向けフリーペーパーの老舗ですね、はい、のニールバトラーです、はい、ニールリッテル駆けつけてくれてありがとうございますはい、はい、ええー、あと家庭大使も素敵なスピーチありがとうございました、はい、そして、えー、もう一つ言っていただけますかはい、はい、私の大好きな石井光子先生です三十センチの目線でお話をされるということで、はい、今回の教育 についてごスピーチをしていただきました。はい、本当にありがとうございました。はい、ということで、はい、はい、お待たせしました。花、はい、ちゃん行きますよ。はい、ありがとうございます。はい ははいでは私なんですけども実は9月にあの舞台がね、はい、ありましてそちらのあの公演が終わったんですけどもこちらはファシーアーツにぎやかな作品たちということでございまして、はい、あのちょっと前回お話ししたんですけどもとある美術館をもとに作品たちがこう動き出してこうわちゃわちゃするっていうコメディな作品になっていたんですけどもなんと私「モナ・リザ役をやらせていただきました。すごいい名誉あある作品ととうことでの 作品を絵画の作品をどうやって現実世界でこう表現するんだろうと思ったんですけども、うん、すごい演出家の方があの熱心にこう試行錯誤してくださいまして、うん、あのなんとかなったんですけども、うん、こう主演のね今映ってるんですけども、うん、すごいあの賑やかな方で常に座組を盛り上げてくださる方でした、うん、で私自身も「モナ・リザ」という作品は知ってはいたんですけど「うん、モナ・リザ」がどういう。 あの名前が本当はどういう名前でとかいうのを知らなかったので、うん、すごい芸術の秋にぴったりな作品ですごいちょっと知識が深まりまりした。ねうん、実は「モナ・リザ」は本名はリザ・デル・ジョコンドという名前であのいろんなこう盗まれたりとか被害があってそこも実は。 作品設定に組み込まれていたんですね。うん、なので、すごくこうユニークな視点から描かれた作品でした。うん、主演の女の子もすごいこう美人で、うん、すごい。あの、私より年下だったんですけど、うん、すごくこう仲良くしてもらって。真珠の女だっけ。ね、そう、真珠の耳飾りの。うん、耳飾りだ。なんですけど、すごくあの、たくさん仲良くさせていただきました。うん、ちょっとね、あのー、もしかしたら十一月に、うん。 また作品出れるかもみたいなことなので、うん、あのよかったらですねインスタそして X と、うん、ぜひぜひあの花本みのみと検索していただくと出るので、うん、チェックしていただけたら嬉しいです、はい、ということで以上のびのびやらせていただいた作品の紹介でございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ぜひフォローしてくださいよろしくお願いいたします、はい でドリンク酒オブピースも、うん、あのございますし、はい、あと波江美,美智子のインスタもぜひフォローしていただくと、うん、といはいあのいろんな情報をね、はい、流しておりますので、はい、ありがとうございます QR コードぜひ読み取ってくださいこちら、はい、あのさっき あの先ほどのイベントの情報なんかも今後あの花行くなんかもあの花行くだけではなくキッズスクールなんかも無料で展開していくのここで情報流していきますのでよろしくお願いいたしますエックスもやってますということであっという間の1時間ありがとうございましたなんかもうあっという間に年も終わるねなんていう話をしながら始まったんだけれどもちょうどねこの番組が始まる前にまあ なんかこう、日々、なんかこう、どう、うん、暮らしていく中で、秋風を感じる。感じますね。あのお散歩に出る機会が増えました。うん。<laughs> なんかこう芸術の秋とかね本当いろいろお出かけが楽しい時期になりましたのでただちょっとね寒かったりすると思うので上着を羽織ったりとかお気をつけてお出かけくださいませ今日も皆さん元気にいってらっしゃいということで俳優の波姉子と波美道子と花本美みでした。ありがとうございいまままましししたたたっっててらゃね来月お待ちす